ブラジーミル・グリゴリエ・ビチタルノポルスキーは、ロシアの現代音楽の作曲家。現在は、ウクライナドニプロペトロウシク州になっている、ドニプロ生まれ。1973年から1978年まで、モスクワ音楽院で学ぶ。作曲を、ニコライ・シゲルニコフ、気楽を、エディソン・デニソフ、学理を、ユーリー・ホローポフに指示。1978年に、 同音楽院を卒業した後同音楽院、研究会へと進み、1980年に終了。1990年、現代音楽協会に入会。その後、1991年にソビエト連邦が崩壊すると、多くの会員が西側に移住するようになり、1996年にはデニソフが死去。協会は二つに分裂し、 モスクワ音楽院を基盤とする、モスクワ現代音楽センターの会長に就任した。1992年以来、タルノポルスキーは、母校のモスクワ音楽院で作曲を教えており、国際コンクールで入賞する優秀な教え子を多数、輩出している。主な学生には、オルガ・ラエーバ、オルガ・レーバ、セバスチャン・エキモフスキ・ビンクラー、フェリックス・プル・フォスラがいる。彼の作曲作品には、オペラ、 公共曲、競争曲、還元楽、室内楽、声楽の作品がある。1980年代後半以降、タルノポルスキーはロシアだけでなく、ヨーロッパやアメリカの音楽祭、コンサートで活動するようになる。彼の作品を取り上げた代表的な音楽家あるいは、楽団を挙げると、アレクサンドル・ラザレフ、ゲンナ・ジー、ロジェストベンスキー、バシリー・シナイスキー、 ウラディーミル・ユロフスキ、ムスティスラフ・ロストロポービチ、アンサンブル・アンテル・コンタンポラン、アンサンブル・モデルン、バイエルン放送交響楽団などがある。また、彼の作品は、ドミトリー・ショスタコービチ賞とパウル・ヒンデミット賞など、多くの世界的な作曲賞を受賞している。ありがとうございます。